待って、どこに行くつもり？不審者に見えるんだけど。ヘルメットの下には何があるの？何もないですよ、本当に。確かめてみましょう。早くヘルメットを外して。何もないですよ。あ、意味がなかったわ。ごめんなさいね。どうぞ。はい、洗面所です。なぜか壊れちゃったの。顔を洗うこともできないのよ。すぐに直しますね。私、いや、僕は持ち込み禁止物を何一つ持ってませんよ。待っててくださいね。まずはこの大きなやつを使います。あと少しで終わりますよ。はい。え、本当？だから厳しくしなさいって言ったでしょ。電話で話してる間に私はアレックスのお友達を届けるわ。行ってらっしゃい。ああ、何これ、なんでこんなところにネズミがいるの。ちょっと掃除しないと。あと少しでできる。あれ、戻ってきたの。やっぱりアレックスの友達じゃなかったみたいね。どう、できた。あと少しです。あ、水、なんで、助けて。これでネズミは出てこないといいんだけどな。びしょ濡れじゃない。なんで何もしてくれなかったのよ。あ、なんでネズミがいるの。ネズミ、あ、そろそろ帰りますね。他にも仕事があるんです。やっぱり怪しいと思ったわ。待ってなさいよ。はーい。待って、あなたは誰。心配しないでください。食べ物を持ってきただけですよ。あ、ハンバーガーだ。ケンタッキーのチキンもあるのね。他には何があるの。開けないでください。ケンタッキーのチキンを食べてくださいよ。召し上がれ。私は他の人にもあげてきますね。アレックス、お友達を見つけたわよ。ほら、友達。こんなウサギなんか初めて見るよ。僕のビリーじゃない。また間違えたんだね。やっと美味しいご飯が食べられるわ。あれ、なんで毛があるの。待ってなさいよ。やっぱりね。騙そうとするのはやめなさい。何の話ですか。食べ物しかないんですけど。見てみましょう。あるゲームをしましょう。ハンバーガーはどこにありますか。何してるの。ウサギはどこ。思い出さないと。そう、ここよ。あれ、いない。じゃあこっち。なんでなのよ。ここよ。そんな、さっきまで見えてたのに。気のせいじゃないですか。私は仕事に戻りますね。ハンバーガーを返して、食べたいの。セーフだわ。ウサギさん、よく頑張ったわね。静かに座っててくれてありがとう。またなの。待って、あなたは誰。なんだかミラに似てるわね。それって誰ですか。私は壁に色を塗りに来たんですよ。ほら、もう剥がれてるじゃないですか。早く塗り直さないと。そうね。バケツには何が入ってるの。本当に絵の具なの。見てみてもいいですよ。次にローラーを見せて。あ、やばい。あ、痛いわ。何かに噛まれた。さっきのは何よ。親指がすごく痛いわ。待ってなさいよ。追いつけるかな。あ、絶対に捕まえてやるわよ。あー、体操っていいね。1、2、3、4。
あれ？なんでこんなにくすぐったいんだろう。ああ、助けて。ああ、助けて。アレックス、どうしたの？なんで牢屋にハムスターがいるの？あなたのビリーじゃないの？違うよ。またビリーじゃない。仕返しするわよ。なんか飛んでるわ。待ちなさい。あ、逃げられたわ。絶対に捕まえてやるからね。おまわりさんなのに普通の女の子を捕まえられないんだね。黙ってなさい。ハムスターを返して。おとなしくしなさい。これで私にもお友達ができたわ。彼の名前はスチョーパよ。仲良くできるといいな。こんにちは。待って、動物は連れ込み禁止よ。彼女はチーチ、マジックのお手伝いをしてくれるんですよ。マジックはお好きですか？何か見せてあげましょう。いいえ、結構よ。出て行って。本当に見なくてもいいんですか？とびっきりのマジックをお見せしますよ。ここを見てください。1、2、3。やった、うまくいったわ。これでいけるわね。アレックス、ビリーよ。またビリーじゃないよ。あ、僕の牢屋の鍵だ。助かる。そうね、ここから出してあげるわ。早く開けて。できたわよ。やった、自由だ。猿のおかげで助かったよ。彼女の名前はチーチよ。ちょっと待って、着替えないといけないんだ。パンツを履いてるから大丈夫だよ。チーチちゃん、僕に似てるね。ここに残ってくれたら僕は誰にも気づかれずに逃げられるよ。いいわね。誰もいないわ。早く逃げましょう。静かに。ああ、やっちゃったよ。早く逃げよう。何が起こってるの？何の音？あれ？アレックスはどこ？ああ、さっきのマジシャンがアレックスを猿に変身させたのね。僕のビリーだ。ずっと会いたかったよ。ビリー大好き。待って、あなたは誰？なんでここに来たの？私は医者です。健康診断に来ました。何が入ってるの？どうぞ見てください。あなたの健康診断もしましょうか？いやよ。行きますね。病人が見えます。病人？そんなわけないわよ。ほら見てよ。アレックス、病人のふりをして。僕？ああ、気分が悪いよ。お腹が痛い。助けて。本当に助けが必要みたいね。はい。待ってたよ。連れてきた？見つけたわよ。そこが二重になっててよかった。はい。かわいいけどバディじゃないよ。アクション。どっかやって。猫アレルギーなんだよ。あー、痒くなっちゃったよ。どうしよう。猫ちゃんは他のお友達を見つけたみたいね。捕まえないと。何が起こってるの？あ、何か動いてるわね。動物がいるってこと？あ、違います。もう逃げないでね。ごめんなさい。帰ります。お医者さんったら。
さっきの人を絶対に見つけ出してやるわ。お掃除をしに来ました。まずは確認させてください。大丈夫そうね。Okay. でもなんかおかしいわ。あ、そうよ、バケツの中を見せてください。バケツの中ですか？すっごく汚いのにそんなことしてる場合じゃないですよ。気をつけて。後でまたゆっくり確認しますからね。アレックス、早く見て。見つけたわよ。今回はバケツの中に隠したの。この金魚はアレックスの？はい。金魚？違うよ、僕のじゃない。そんなに叫ばないで。ああ、こぼしちゃったじゃない。早くどうにかしないと。ごめんね、他に打つ手がないんだ。できた。何が起こってるの？叫び声が聞こえてきたわよ。アレックス、どうしたの？あ、お腹がちょっと。すぐに行ってくれればよかったのに。早く離れましょう。よかった。お魚さんは楽しめてるみたいだね。僕のバディはどこだろう。早く会いたいな。もう誰も入れないわ。はやー、くらえー。うっ、チュアース、修理をしに来ました。道具だってたくさん持ってますよ。何があるのか見せて。そんなの簡単ですよ。必要なものばっかりです。そうね、あ、ちょうどよかったわ。椅子を直してもらえますか？もちろん、テープで直せるんですよ。これ以上に頑丈なものは何もありません。本当に？まあいいわ。ついてきてください。何が壊れてるんですか？目標まであと少し。あとは自分で何とかしますから、待ってください。この牢屋には電気がないんです。ランプをつけてもらえませんか？ Okay. お願いします。どうぞ。 Let's go. はい、わかりました。アレックス、掃除をしなさい。ホコリが溜まってるわよ。ここに穴を開けないと。何で開ければいいの？あ、ちょうどいいわね。やっぱり無理だわ。ドリルがいるわ。これでうまくいきそう。いくわよ。あー、何これ、なんでこんなにうるさいの？落ち着いて、修理してるの。穴は開いたわ。あとはアレックスにペットを返すだけね。今度こそ正解だといいんだけどな。何これ、僕のバディが。アレックス、どうしたの？何が起こったの？何を見てそうなったの？何この動物。こぶたちゃんはバディじゃなかったみたい。もうちょっと探してみるわ。う？臭い。そろそろ靴を洗わないと。静かに、赤ちゃんが寝てるの。お父さんに会ってもいいかな？待ってください。まずは家族だって証明して。写真があるわ。大丈夫ね。赤ちゃんと遊んでもいい？寝てるからやめておいて。わかった。通ってもいいわよ。僕のバディ。アレックス、また来たわよ。
What? 私よ、私、ミラ。今度こそ本当のバディよ。ほら見て。そうよね。僕のバディだ。やっと会えたよ。こっちへおいで。すっごく寂しかったよ。赤ちゃんにプレゼントがあるの。ほら。あ、何が起こってるの？ミラのことをやっと捕まえたわよ。アレックスと一緒に牢屋行きだからね。お願い、やめてよ。ただ手伝いたかっただけなの。嘘でしょ？私も牢屋行きになったの？お願いだからここから出して。ダメよ、二人で楽しみなさい。いやよ、お願い、助けて。あれ？ここはどこなの？チャレンジへようこそ。一番上手な絵を描いた人がチョコレートフォンデュをもらえるよ。でも条件が一つ。口で絵を描いてもらうよ。制限時間は1分。用意スタート。絶対に私が勝つわ。ジュリーは負けるわよ。一番上手な絵を描くのは私よ。ビンゴー。ミラー、青色のフォンデュなんかありえないじゃない。勝つのは私よ。いいアイデアだってあるの。キャップを外せばいいのよ。そうした方が簡単。すごい。なんでもっと早く思いつかなかったのかな。やってみよう。あ、どう？できた？友達が大変な目に遭ってるっていうのに恥ずかしくないの？羽を使って仕返しするわ。そうね、待ってなさい。あ、アクション。あ、どうしよう、絵を汚しちゃったじゃない。これで優勝者は決まりね。バラーンだったらジュリーにも負けてもらうわ。アクション。何これ、やめてよ。ミラも待ってなさい。お願い、やめて。時間切れだよ。出来上がった作品を見せて。何それ、絵の具をこぼしたの？顔まで汚れてるよ。スージーの絵もなんでそんなに赤いの？トマトでも食べてたの？それじゃあ優勝は不可能だよ。ミラの絵はまあまあだけど、少なくとも赤くないから、優勝者はミラだよ。やった、私のものになったのね。私たちだって飲みたいわ。絶対手に入れるわ。おいしい。やった。本当に最高よ。え、チョコレートは？おかしいわね。誰が飲んだのかな。二人がやったんでしょ？今回の景品はもっと面白いよ。このワンちゃん見える？景品はこの子じゃなくて、この子のうんちだよ。また口で書かないといけないから頑張ってね。用意スタート。うんちを書くのは簡単ね。本物みたいな絵を描くには匂いも必要ね。どうすればいいか知ってるわ。すごく臭いじゃない。何か腐ったの？気分が悪いわ。あら、足を洗ったのはずいぶん前の話なの。足で絵を描くのは難しいけど、肘で描くのはもっと難しいわ。
った。でも大丈夫。マーカーならたくさんあるの。あ、すごい。私遅れてる。みんな終わり。見せてね。見てください。ミラの作品はうんちに似てるけど、もっと上手に描けたと思う。スージー、すごいよ。すごい。クオ。ジュリーの絵は本当にダメだね。負けたかったのかな。それなら、うんちをゲットするのはジュリーだよ。嘘でしょ？スージーのせいで気分が悪くなっただけなのに。いやよ。食べないといけないのがルールよ。最悪。チョコだと思って食べるわ。え、本当に食べちゃったの？これ本当にチョコレートよ。みんなも食べる？結構よ。今回の景品は魚です。美味しくない魚です。でもお絵かきに使うのはソースだよ。楽しそうでしょ。よーい、スタート。ソースでお絵かきしたことなんかないわ。うまくいくといいな。すごくたくさんあるわ。やったー。私ゴミ箱じゃないんだけど。私もそろそろ始めるわ。今まで描いた絵の中で一番おいしい絵になるわ。まずはケチャップから。私はチーズソースから始めるわ。黄色だから魚を描くのにはもってこいよ。いい感じじゃない。あれ、終わっちゃった。早く代わりの絵の具を見つけないと。そうそう、こんな感じ。すごくいい絵じゃない。あー、どうしよう。早くしないと。そうね、私には指が5本あるの。5本使って絵を描けばすぐに終わるはずよ。すごくいい匂いね。少し食べてみるわ。おいしい。もっともっと食べたい。ミラ、ソース食べてるの？ポテトだってないのに。ソースが終わったわ。私の絵には落とさないで。ああ、台無しじゃない。おいしい。あ、ソースが終わっちゃったわ。負けちゃう。終わりだよ。出来上がった作品を見せてね。スージーの絵を奪うしかないわね。ジュリー、何それ。魚じゃないよ。ミラの絵は？お、すごいね。今のところは一番いい作品だよ。スージーは何もしなかったの？それなら魚をどうぞ。生魚は好き？なんで私なの？あはは、スージーが魚を食べるのよ。生魚なんか食べないわ。調理しちゃえばいいの。何してるの？ごめん、使い方がわからないの。魚に向ければいいのよね。見て、すごく美味しそうな魚でしょ。やっとちゃんとしたご飯が食べれるわ。美味しい。
今回の景品はこの可愛い猫ちゃんだよ。みんなには猫のメイクをしてもらって一番上手にできた人にはこの可愛い子ちゃんをあげるよ。よーいスタート。私って猫みたいだからすぐに終わるわ。残念だけど違うわよ。優勝するのは私よ。鼻はできた。あとはヒゲだけ。ねえ、鏡って使ってもいいよね。鏡がないと上手にメイクできないじゃない。もうすぐできるわ。勝つのは絶対に私よ。あ、ミラ、見て、ジュリーがズルしてる。使っちゃいけないのに鏡を使ってるわ。どうにかしないと。メイクを台無しにすればいいのよ。ねえ、何してるの？メイクが台無しになるじゃない。ああ、子猫ちゃんが欲しかったのに、私が負けちゃうじゃない。いいこと思いついた。スージー、鼻の化粧がちょっとおかしいわよ。私が直してあげようか。よろしく。直すわね。これでよし。猫そっくりよ。ありがとう、ミラ。そろそろ優勝者を決める時間だよ。ジュリー、見てられないよ。スージーのは何？それ、猫じゃないよ。景品は海賊じゃないんだから。ミラ？なんてことしてくれたの？ミラの化粧はいい感じだね。猫はミラにあげるよ。やった！大切にするからね。アクション！あ、アレルギーみたいね。大丈夫よ、その子は私たちに任せて。アクション！ミラが真っ赤になったわ。お医者さんを呼ばないと。ね？かわいい。